この渋滞の感じだとアイドリングは止まらないですね。現在暖房は総風量2です。現在平均燃費は 15.8km パーリットルです。今 15.6 に下がりました。平均燃費状態でボタンを長押しすると一回リセットされて、そこから平均燃費を計測し始めるみたいです。説明書を読んでないので間違っているかもしれません。短時間の停止が続く渋滞だと止まらないんでしょうかね。全く止まらないですね。5分前の信号待ちでは止まってました。ブレーキをしっかり踏んでますが止まらないです。平均燃費は 15.0km パーリットルに下がりました。今 14.9km パーリットルに下がりました。もうすぐこのレンタカーともお別れなんですが、毎晩カーセンサーで新古車を検索してます。 12G が意外に値下がりが大きくて、値下がり幅が大きくていいなと思いました。タコメーターもついてますし、オートエアコンとアイドリングストップの時間をデジタル表示する機能もついているみたいです。アームレストもついてますね、 12G の方。今乗ってるこのレンタカーは 12X なんで、今言った装備はついてないです。14.7 まで下がりました。平均燃費がキロメートルパーリットル。現在、暖房を使っていて、ワイパーはほとんど使ってないです。
バイクで迷彩を着てると後ろの植物に溶け込んで結構危ないかもしれないですね。派手なカラーの服の方がバイクは安全っていう話は本当なのかもって今思いました。と言いつつ自分は黒いアウターしか多分持ってないですよね。可愛いです。あー可愛い。